はい、皆さんこんにちは。 SYK 代表の北野です。今回はですね、経営者事業主必見、知らないと怖いお金の話、税金経費の注意すべき3つのポイントというテーマでお届けしていきたいと思います。で、今回ね、まあいつもマーケティングの話がメインだったりするんですけど、まあこのチャンネル見てくださってる方って、まあある程度年商規模がね、それこそ本当に1000万超えていたりとか、まあ1000万まだ超えてなくても、ゆくゆくはね、年商で3000万以上を目指していたりとか、もちろんね、今期は年商億超え果たしたいっていう方もね、いらっしゃると思うんですよね。ってなった時に、その皆さんのレベル感的にですね、まあ今個人事業主法人化するかしないかは別にして、まあ、そういったいわゆるお金の管理面、いわゆるいつもは攻めのマーケティングの話をしてるんです。今回は守りの部分ですね。まあ、どういう風にしていけば、まあ、しっかりその今ある会社とか事業のお金をしっかりと確保しながら挑戦をしていくことができるのかであったりとか、あとは非常に怖いのがですね、よく経営者で売上は上がってるけども利益は出てるのか出てないのかわからない、いわゆるお金のあれがよくわからなくなっちゃってるという人は結構多いです。まあ、未だにやっぱりね、個人事業主で、まあ、結構います。うちの卒業生からでもですね、まあ、年商で3000万ぐらい売上はあるけども入金管理表つけたことありませんみたいなね、帳簿つけてませんみたいな人もいたりするぐらいなので、まあここはね、ちょっと一つこういう動画ちょっと撮っていた方がいいかなと思って、今回ちょっとこの動画をご紹介させていただきます。でね、まあ、まずね、ポイント3つなんですけど、まあ、1つ目から順番に話していきます。まず1個目がですね、当たり前ですけども、お金の流れを可視化せよなんですよ。お金の流れを可視化せよ。で、これはですね、今、商品が1個しかないよっていう場合だったら、その1個で OK なんですけど、まあ、これ簡単なスプレッドシートとかでもいいので、こういうのは絶対作っておいた方が良くて、例えば今商品がね、例えばサブスクの商品もあって、コンサルティングとか単発の商品もあって、とか、例えばお教室業だったら月謝の売り上げとか、プランとかコースによっても多分違うと思うんですね。そのごとの売り上げっていうのを集計表にまとめるといったときに、まあ、絶対皆さん入金管理はね、当たり前ですけどつけてくださいね。ってなったときに、A、B、C っていう3つの商品があったときに、その A って商品と B って商品と C っていう商品ごとの、それぞれいくら売れてるのかっていうのを1円くらい、1円までちゃんと出すと。で、次にですね、この各商品ごとの経費、例えば A っていう商品には、いくら経費がかかっていて、B っていう商品はいくら経費がかかっているのか、まあ、簡単に図で説明するとですね、まあ、A っていう商品は、今回、まあ、いくら売上ね、売上があって、で、そのうちいくら、まあ、経費ですよね。まあ、コストって書きますけど、コストがあって、いくら、利益が乗っているのかっていうのを簡単にこんな感じでいいので、まあ把握しておくっていうのがすごい重要かなと思いますと。で、それをやることによって、例えば A って商品、B って商品、C って商品っていうのをこれ視覚化しておくとですね、A っていう商品は実はめちゃめちゃ利益率が低いと。ね、こんだけ頑張って労力割いて経費使ってる割に全然利益率が低いと。だけど、B っていう商品は、あんまりね、手をかけてないのに利益率がめちゃめちゃ高いなっていうのが見えてきたりするわけですね。そうしたら、基本的に利益率が高い商品にできるだけ広告を投入したりとか、できるだけ労力とか人員とかをですね、自分のエネルギーを割いた方が、もちろん会社としての売上とか、自分自身の収入ってもガッと上がりますので、ぜひですね、この各商品ごと売上合計と各商品ごとの経費と一回出してみたときに、どの商品が一番売れてるのかな。で、注意してほしいのは、一番売れてる商品自体が一番利益率が高いっていうのは限らないってことなんですね。売上で見たらドカッと大きく入ってはきているけども、利益的に見たら全然残ってないというのは結構あるんですよね。1個のサービスでは、月間で500万ぐらい売上が出てる。だけど、利益で見たら20万しか利益出てません。で、かたやですね、B っていうサービスは売上が毎月300万出てると。で、利益が200万も残るんですよね。ってなったら、絶対 B のサービス伸ばしていった方が、会社は大きくなるし、売上も収益も大きくなりますよって話なので、そういう経営判断をしっかりとね、していくためにも、こういったところはしっかりと表でね、社長自身も把握しておくことが重要かなというふうに思いますと。いうことですね。で、あとは、各商品ごとの利益です。これさっき言いましたね。で、あと、ま、全体の売上の合計と全体の経費を見比べたときに、会社全体で見たときのお金の流れどうなんだろうっていうところもね、確認することができますので、ぜひこの5点はですね、しっかりとスプレッドシートなり、まあ、メモ帳でも何でもいいんですけども、まあ、おすすめは Google のスプレッドシートですね。で、しっかりと毎月管理をして、これを毎月徹底してやるというのをぜひ意識してほしいなと思います。で、よくね、こういう帳簿とかっていうのは、税理士なんかね、税金とか任せてるから、私は帳簿つけてませんよって人いますけど、もうそれだと遅いんですよ。だって税理士なんて結局税金の計算ぐらいしかやってくれないわけですよ、ほとんど税理士ってのはね。ってことは1年に1回納付の時だけバッて出るわけじゃないですか、領収書を送ったりしてね。ってやってたらその間に会社倒産しますよって話なんですよ。まあ大事なのは毎月毎月ごとに戦略を立てて、来月はどこにどれぐらい経費を投入していくかとか、来月はどの商品に一番労力を割いてどれぐらい利益を残していくのかとか、来月はどの商品をメインで売っていかないといけないのかなっていうのを毎月のサイクルで考えていくってことを考え
考えると、そして、今期の売上予測を立てた時にちゃんと売上をコントロールできるようにしておくためにも、毎月毎月ちゃんとですねこの5点っていうのを把握しておかないと、あの経営判断ができないんですよね、適切な。だからこそこれは毎月ねやっていただきたいなというふうに思います。というのがお金の流れを可視化せよです。で、二つ目はですね、クレジットカード。よくね、まあ皆さんクレジットカード持たれる方多いと思うんですけども、あのよくいるんですよ、ビジネス用のカードと。でね、一枚よくない例話すと、あの、個人事業主とかもそうなんですけど、これ個人事業主の人もそうだし、あと会社法人化してる人だったら、まあ法人口座作ると思うんで、当たり前なんですけど、個人事業主の人は特に気をつけてほしくて、あの、ビジネス用の銀行口座と、プライベート用の銀行口座絶対に分けろって話なんですよ。よくね、一緒くたにしてる人いますけども、あれは非常にまずくてですね、まずお金の流れがよくわからなくなるっていうのもそうだし、あと税務調査が入ってた、まあ、税務調査ってまあ基本的に、あの、年間で1億以上やっぱり利益出してないとあんま来ないとは思うんですけど、まあそういうの来た時とかにもですね、やっぱりややこしい、非常に。で、疑われる。ちゃんと納税してたとしても、そういったところに、ね、税金面で、疑われたりとかね、あそこはやっぱきっちり綺麗にやっておいた方が、まあ、自分のね、ためにも安全なので、まあ、しっかりその個人の口座と、そしてビジネス用の口座を分けるというのを意識してほしいなと思います。で、その上でなんですけど、クレジットカード。これもですね、基本的には、使用とビジネス用で絶対分けるべきで、ビジネスっていうのは基本的にですね、まあ、個人事業主とか会社とかでもですね、結構経営者は経費で何でもできるみたいな、アホみたいなこと言ってる人が業界にはいますけども、基本的に経費っていうのは、事業経費でしか使えないわけです。当たり前ですよね。だって、例えば時計とかね、いや、時計はブランディング何台なんだとか言ってね、なんか時計を経費で落とすとする人とかいますけど、高級時計とかで絶対経費落ちませんからね。うん。それが、例えば会社のオフィスに立てかける、社員みんなが使うような、丸いね、本当に5000円ぐらいの時計とかだったら、それは別に経費で落ちますよ。設備投資で落ちますけども、腕時計とか経費で落ちないわけですね。もう本当にあとプライベートで、例えばなんか奥さんとプライベートで行く旅行とか、そういうのは絶対経費落ちないんで、それを落とそうとする人いますけどね、本当はもうグレーなんでやめた方がいいと思います。っていうように、プライベートで使うカードとビジネスで使うカードっていうのはちゃんとそこは講師でね分別した方が絶対にいいと思いますし、あとやっぱりですね、接待交際っていうのはこれね、結構法人化すると年間800万まではですね、接待交際費用としてまあ使える枠があるんですね。まあいわゆる経費に落ちると、まあ例えば飲食代とかでもお客さんとのそういった会食に行くこともあると思うし、それが年間だいたいまあ飲み屋さんも含めて800万ぐらいまでであれば、それは経費になりますよと。いわゆる、利益から、ね、基本的に利益の何十パーが税金が法人税かけられるんですけど、その対象外になるんで、その800万に対しては税金かかりませんよ、みたいなのがあるんですけども、それに関してもですね、やっぱり法人化すると、接待交際が年間800万ぐらいはまあ使えると。まあ、確か売上規模によって、売上が1000万以上の企業だったら800万ぐらい使えるっていうだったと思うんですけども、っていうのは一応ありますと。あります。だけどですね、やっぱり使用とビジネス用でですね、やっぱカードを分けてないと、そもそも経費、本当はこれぐらいの枠でしか経費落ちないのに、どれぐらいまで経費を使っているのかっていうのも分からなくなりますし、あとはですね、まあ、これから集客を加速させていくときにはネット広告、このネット広告ですね、Facebook 広告も基本的にはクレジットカード決済になりますので、そのためにもやっぱりですね、プライベート用のカードと一緒にしていると、もう上限が来ちゃって広告止まっちゃうとかですね、っていうこともありますので、まあ、ぜひね、このビジネス用のカード、まあ、おすすめはですね、もうおすすめってことでもないんですけど、僕個人的にはですね、アメックス4枚持ってるんですね。で、僕個人のアメックスのカードっていうのが、まあ、プラチナ1枚とゴールド、プラチナ2枚か持ってて、で、あとは、まあ、法人のカードとして、プラチナと、あとまたゴールドカードってなんで、合計4枚、持ってるんですけども、まあ、アメックスの場合はですね、結構使えば使うほど、上限がどんどん上がっていって、まあ、ほんと1ヶ月間で多分1000万ぐらいまで全然使えるはずなんですよね。なので、なんかあった時にも安全と、まあ、いうことになります。まあ、落としちゃ大変ですけどね。っていうのがあります。なので、まあ、アメックスか、まあ、ダイナース。まあ、ダイナースよりもね、個人的ななんかアメックスの方が審査通りやすいんじゃないかと思うんですけど、まあ、そこは僕は楽な主観でしかないのでね。まあ、クレジットカードは、まあ、使用と、あとビジネス用で分けるべき。なので、そのビジネス用のね、まあ、アメックスだったりとかですね。まあ、何かしらそういった法人用のカードとか、もしくは個人事業主向けのそういったビジネスカードを使うってことをお勧めいたします。で、三つ目はですね、源泉徴収、消費税は、別口座に管理せよっていう、これ意外と盲点なんですけども、これね、皆さん、まあ、例えば個人事業主でやってる方とかもですね、もちろん売上で出た年間の利益が例えば800万利益出たら、その800万に対して個人事業主にフリーランスでやってる場合だったら所得税ってのがかかるわけですよね。ってなると、まあ、大体年収で、まあ、年商
年収イコール年収って考えたときに、まあ、3000万以上を超えてくると、まあ、大体 45% は所得税で持ってかれます。だから、まあ、1400万ぐらいは所得税で持ってかれると考えた方がいい。ってことは、年収3000万稼いでる人っていうのは、個人フリーランスで稼いでる人とかっていうのは、1400万は税金で絶対に払えって言われるわけなんで、銀行口座に残しとかないといけないわけですよ。よくね、稼いだらバンバン使っちゃって、翌年税金払えません、納税払えませんっつって、まあ、税金の一応分割払いできるっちゃできるんですよ。できるんですけど、やっぱ延滞税とかいろいろ手数料とか取るのもったいないじゃないですか。なので税金はちゃんと、一括で払えるように別口座に管理しておくっていうのがおすすめだと思います。やっぱりクレジットカードで生活してたりとか、事業用にクレジットカードで経費とか使ってると毎月やっぱ知らぬ間にやっぱ引き落としされていくわけじゃないですか。ってなると自分の銀行口座にいくらあって、まあ、そこまで一応記帳したら分かると思うんですけど、その中で消費税分、まあ、消費税ってのは一応法人化して2年以内は免除なんですけど、3期目の企業さんだったりとか、あと源泉徴収って言ってね、まあ、スタッフさんの給料だったりとか、あと自分の役員報酬の、税金の源泉徴収分もまとめてやっぱ払わないときあるドカってきますから、もう僕もね、今期結構でかい金が払いましたけども、ドカってくるんですよ。なので、そういうのをある程度、急にああいうの請求来るんですよね。もうポストに納付書が入ってるわけですよ。急に来るんですよ。だから、ちゃんと別口座に管理しておいて、これが源泉徴収用のお金、まあ、一つの口座に源泉徴収用のお金と、あと、まあ、消費税分のお金と、まあ、消費税は法人化して3期目以降の企業さんが心配することなんで、皆さんは多分いらないかなと思うんですけど、消費税分と、まあ、あとは法人税とか、ね、フリーランスやってる人だったら所得税分残しておくとか、住民税分は別口座に残しておくっていう風にやっておいた方が、まあ、絶対安全です。結構ですね、やっぱ税金払えなくてヒーヒー言ってる人って稼いでる人ほどいんですよ。なので、ね、これはぜひちょっと気をつけていただきたいという風に思います。はい、ということでですね、今回の動画少しでも勉強になっているという方は少しでね、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてね、弊社のね、こちら下の概要欄から LINE ではですね、実践戦業界ナンバーワンの弊社が教える LINE で SNS を使ったですね、どこでも教えてね、この年商1億から3億を達成するための全く新しい SNS 動画集客動機効果っていうのをですね、プレゼントしておりますので、ぜひこちらもですね、チェックしてみていただきたいという風に思います。それではね、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。